皆さん、こんにちは、こんばんは。ゆきとゆうとです。今日は愉快な音楽が流れてまいりました今日はテレビでちょっと話題になっていたみかん缶を丸ごと使ったみかんゼリーを夏ということで一緒に作っていきたいと思います。ひんやりゼリー今日はちょっとアレンジで白桃缶もちょっと用意してみたんで、それぞれでどうなるか予測できるといいね。では早速いってみよう。さあ、ではまずですね、開けます。僕缶切りやりたい、久しぶりに。じゃあこっち開けてね。まずこれすごい簡単にできるんだけど、缶の中からシロップを取り出します。こっちのが楽だね。あ、足りた。でもあれでしょ、今の子ってはっきり使えない子いるんでしょ。そうだよね、多いんだよね。使うタイミングがないよね。僕結構これ好きだったから。おっ、あ、これ全部切った方がいいのか。うん、ゼラチンをこれに混ぜていきます。はい、これ入れればいい。まずちょっと大丈夫。じゃ半分じゃない、ちょっと入れればいいので溶かします。ゼラチンの中にシロップを少し入れたら溶かします。この時点で結構完全に溶かしておいた方が後がいいらしいよ。いいんじゃないですか。この中ね、トロトロになってきて、なんか独特の匂いがするね。ちょっとずつ溶かしていけばいいのこれ。そう、大部分が溶けたらもう残りの汁も入れて OK です。ちょっとさ、暴れてるね。ピカチュウのアイアンテールが炸裂した、白桃の方が若干汁少ないんだね。うん、いい？うん、いいでしょう。そして混ざったら結構もうこれ結構なもう液体になるんだけど、これを缶の中に戻します。はい、とっ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 と。はい、戻りました。ではここから2時間から3時間冷やして固めていきたいと思います。はい、固めていきたいと思います、はい、はい、というわけで2時間から3時間経過いたしました。パッポー固まってるかな。だいぶ固まってるよ。みかんは固まってる。桃も割と固まってるね。ここからの工程としてはひっくり返して出します。ひっくり返したら出やすくするためのポイントとして、これ温めたタオルです。これをして、缶切りで4箇所ぐらい隙間を、それで落ちてくる時もあるんだって。へえ。お皿を置いて、お皿っていうか、引っかかるとこがない。落ちてこないですか？うん、落ちてきそう。きそう。この距離。出ました。せーの。あれだ。あ、落ちてきそう。ダメだ。出てきた。あ、出てくんじゃない？来たよ。来た。はい。ねトゥルン、トゥルン、トゥルン。やべ、楽しいね。すごっ。ウケる。やば。あ、ユキのがなんか崩壊してる。完成しました。すげえ。よき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 。では味はどうなのか。実食してみましょう。すごいね。あのさ、かき氷みたい。かき氷みたいで食べるのがちょっと。てか僕桃だからさ。うん。おお。うん。あ。桃。うん。美味しい。すごいみかん。すごい桃。なんかシロップそのまま使ってるからさ、うん、果物がないところもめっちゃ甘いね。うん、うん、あとなんか普通のフルーツゼリーと違って缶詰だからもう本当にフルーツがめちゃくちゃ入ってる。ほぼフルーツ。うん、なんかすごいねこれ。崩れると思うんですよね。そう、将棋崩しみたいな、ジェンガみたいな。贅沢だね。うん。ね、でもちょっと楽しかったかも。やっぱ出る時の快感がね。スピンってね。うん。気持ちいいっすね。しかもあれ、ユウトの優しさ。ユキ、これでいいよ。一応譲ってくれる。ここは大人だから。おいしい。なんか桃とかいろんなこれフルーツでできることが分かったけど、うん、桃って一個一個がでかくって結構隙間のゼリーで固まる部分が結構ねこうやってボロンボンって多いから、うん、みかんの方がなんかね、みかんとみかんの隙間がそんなにないからね、そっちの方がなんか美味しく感じるね。こっちの方がちょっと寒天質がすごく強く感じるね。ゼラチン多かったかな。どうだろうね、ちょうど半分ぐらいにした気がしたけど、うん、食べてきましたね。うん、お腹いっぱいですね。お腹いっぱい。めっちゃ量ある。本当になんか普通のゼリー買ってくるカップゼリーよりも何これ 2,3 個分ぐらいの量を感じるね。すごいお腹いっぱい。というわけでこれは明日のまたデザートにいたします。おつやだから逆にね、なんかちっちゃい子がいるところとかだったらね、うん、いいかも。何日かに分けて食べれたりするしね。そう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 。だしやっぱなフルーツゼリーってこの時期ね、食欲がすごい落ちてくる時期だからこそ、毎日食べてさっぱりするのもいいかもしれないね。うん、はい。ではどうでしたか、ゆうとくん。作ってみてどうでした？なんかどこでも作れるそうだね、そうだね。そう、なんか多分今日工程見てもらって分かったと思うんですけど、うちらもこれでできるとは思わなかったぐらいね。だってゼラチン入れて混ぜただけだもんねえこれは一体お菓子作りと呼んでいいのかどうか分からないほどの簡単さだったね。だから逆にお手伝いとか一緒に子供に作ってもらうのもね、いいかも。ということで今日は2人でひんやりみかんゼリー桃ゼリーを作ってみたでした。じゃあまたバイバイ。夏バテしないでね。みんなも試してみてね。